イメージが実際に使った筆、それから落款、印象ですね、それがあります。先ほど手に取っていただいた潮流と側面というものがありますので、それ全く同じようになりますね。で、使い勝手といいますか、使えば使うほどこう、毛は削れていきます。少しずつ少しずつ絵の具のその絵肌やなんかで削れていって、だんだんこう短くなったり小さくなっていく。で、よく使われているとそれが激しいということになりますね。あまり使われてないとそのままに残っているということになりますけれども、そういった違いがあったりとかですね。でそれから落款、印象を石で作っているんですけれども、それは大体はこう自分の名前を彫って作ってあります。で、石の種類もいろいろあります。造形もあったり、あるあとはこう鶏の血のように赤い鶏血石というものもあります。それは今非常に高価でなかなか、ないんですけれども、その赤がその石の中に含まれる感じで値段がだんだん違ってくる。真っ赤で知ってほぼないんですけど、そういうような石の種類だとかで、ただその落款の中にですね、自分の名前だけではなくて、例えばこう詩であったりとか、あるいはこうちょっとしたことわざみたいな、が彫ってあるようなものもあります。名前だけではなくて、私が一つだけ持っているのは、芸の中に遊びがあるっていう落款を持ってるんですが、そういったものをまた自分の好みで、いろんなところに使ったりということもあります。後で見ていただければというふうに思います。それではこちらの絵の方に行きますけれども、先ほどちょっとお話しさせていただいたように、語文とかですね、そういったこう細かいデリケートな絵の具をイメージは好んで使っています。それは人の顔とか手とかそういったところに使うんですけども、それは白い絵の具ですけども、なぜかこう柔らかい温かみのある白なんですね、語文っていうのは。で、非常にデリケートで何回も何回もこう塗り重ねていって、その味わいみたいなものを、表してるんですが、言ったようにその割れやすいので、剥がれやすいので、特にお軸はこう巻いていきますよね。で、巻いていくと非常にこう劣化しやすい、バリバリとひびが入ってきます。ですから本当は額にする方がいいんですけど、でも昔はそういう文化はなくてですね、ほぼお軸巻物なの で、そういった意味ではなかなか保存が難しいんですが、ここにあるイメージの作品はほぼそれがない。美術館の方々の努力ということと、それからイメージの技術力、表現力ということになると思います。そこら辺も見ていただくということですね。それから、ここは青の部分ですけれども、先ほど群青を見てもらいましたが、それも使ってますし、染料としてのその藍、といったものも使っていると。で、それからその下地に、熊取りというのは、調子のことですね。で、それを墨で、やって、その上から、絵の具を重ねているということです。ですから、その紙の、その巻いてる状況と、で、それから絵の具のこう使い方を分けて、調整しながらやってるんですけども、一番大事なのはやっぱり絵がどういうふうに
表現できるということなので、それプラスそういった技術的なことを考えてやっているというふうに思います。はい、では次、こちらの緑ですけれども、緑は6章ですね、それを使って書いていますが、少し青と混ざったような緑、これ軍緑といいますけれども、軍というのは軍勢の緑、緑というのは緑ですね、そういったものも合わせながら使っているんじゃないかというふうに思います。で、重ね塗りをするとき、よく言われたのは、私が学生のときに、緑の下には赤、それは要するにこう反対色、補色の関係にあるんですね。でそういったものを使うと緑が余計生きてくれるというようなことは教わったんですが、これはもうそういうことではなしに、その緑のそのものの美しさっていうのを生かしているというふうに思います。で、そばで見るとお分かりになるんじゃないかと思いますが、やはり少しこう粒子っていうか粉っぽい感じがするんですね、日本画の緑っていうのは。特にこちら側のそのトランプをする娘の6章なんかは、さっき触っていただいた6章、細かい、あれとほぼ似ている絵の具のものだというふうに思います。赤はですね、日本画の絵の具ではですね、皆さん聞いたことはあるかもしれませんが、朱というのが、それから新社という、石の絵の具がありますけれども、もともとは水銀をこう化学変化させて作ったもので、それ、舐めると毒ですから、非常にこう危険もので口には入れないように。で、朱はですね、非常に細かい、さっきのパウダー状のものよりさらに細かいんですよ。でその非常にこう細かい絵の具を日課で定着させるために焼き付けという、絵の具のこう作り方があるんですが、お皿の中に朱の粉を入れて、でその上にこう煮皮を入れて練っていくんですね。で練っていった時に、練ってもこう小さい気泡が出てできてきて、絵の具がしっかり混ざらないっていう状況になる。でそれを克服されるために、電熱器や何かのその上にですね置きながら、温めて、ちょっと手が熱くなるぐらいの感じまでやりながら、その気泡を潰しつつ、煮皮が十分張り付いていくっていう、そういった状況になるまで絵の具を練っていって、で張り付いた状態を全部煮皮がこう乾ききって焼きつけていった状態から今度はさらに煮皮を入れてそれを溶き下ろしていく。そのぐらいこうちょっと朱は厄介な絵の具なんですけれども、そういった絵の具を使ったりしています。でこれはみんな大体朱を使ってますが、朱にも赤口とか菊口とかちょっと、赤みが強かったり黄色みが強かったり、でこれも自然物なので酸化していくと黒くなる、そういったものだったりとか、特殊なあれですけど、こう塩を溶いていくとですね、水を入れていくと少しこう浮いた何ですか、あまりといいますかアクみたいなものが出ます。でそれはきれいなちょっと黄色っぽい色なんですね。でそれをわざわざすくって取って別でその絵の具として使うということもあります。だから一つの絵の具から二つ取れる、本来の種とアクみたいなものを取った綺麗な色と二つ使うということもあります。これはもう使った人じゃないとわからない。それは売ってませんから。では次。この大徳寺というその絵は他の絵と違って、この右側の上の方に、その
金属系の絵の具を使ってます。でこっからだとそんなにはわかりませんが、こう下から見るとですね、細かい、あ、それ近づいてこうやって見ると細かい粒がわーっと巻いてあります。でそれは先ほどあの富士山をあのちょっと砂場でやりましたね。であれを銀箔でやってます。で細かい綺麗なこう粒をあの巻いて巻き潰しといいますけども、でそれを使っていたの。であのこうにじみみたいなものの形がこうちょっと黒ずんだのがありますね。あれは焼けてるところです。だから最初は多分全くそんなものが見えてない。だけども時間が経っていくとこのぐらい。でもね、このぐらい銀が残ってるっていうのはやっぱりうまかったと思います。普通だったら焼けて真っ黒になってる。だからなんとなくね、イメージはふわっとした柔らかい感じでささっと描いた感じを受けるかもしれませんが、実に技術としては高くて、で、そのイメージっていうのを本当にこう伝えるためのいろんな研究をしてたんじゃないかというふうには思います。でこう雷をちょっとイメージするようなこう細い金箔、これはね箔なんです。見るとあの綺麗なこう輝きが、均一な輝きがずっとあります。後で見ていただくと、でこの箔を綺麗にこうやっているんですが、後で 見ていただくと分かると思うんですけども、ちょっとね細くなってる、他のところとは違って細くなってるところがある。でこれ普通の職人がやるとどこも同じでこうピカッとこう同じになると思うんですが、少し細くなったりしてるので、まあ、やっぱり本人がやってる仕事だなというふうに、今回の、まあ、メインの作品とも言える作品ですけれども、この赤ですね。で先ほども言いましたけれども、あの種にもいろいろな種類があって、これは赤口の種、あるいは、景観種といわれる、まあ、冠と鶏と冠の種、景観種といわれる種を使っているのか、でまあちょっとそばで見させていただいて、なかなかこう、まあ絵肌のある、ちょっと粒子のあるような感じなので、ひょっとしたら日本側の絵の具のちょっと粒子のあるものか、あるいは、まあ、クレパスといいますか、パステルといいますか、そんなものを併用して描いてるんではないかなと。まあ実際はその化学分析しないとちょっとわからないんですが、見た目ではそういった薄い日本の古来の絵の具と、それから東洋で作られたそういうちょっと、パステルと併用して使っている、ものなんじゃないか。で、まあ種やその自然物の使うと、先ほど言いましたようにこう焼けてくるんですけども、これはちゃんと綺麗な赤が残っていると思います。で赤い絵の具っていうのは非常にこう使い方が難しいんですね、目立つし強いし。で私たちも、まあ、これは私の浪人の頃なんですけども、まあ、水彩で赤いモチーフが出た時に描かなきゃいけないってなった時に、赤は慎重に慎重に薄く絵の具を選んで描いてる。で画面の中で赤っていうのはどうしても出てきますから、その画面の中の空間に抑えようとすると、淡く周りのものとの強さをこう測りながら、バランスを取りながら描いていくんですけど、その下地に例えばこう緑、明るい緑だったりとか紫だとか、でオレンジだとか黄色だとか、いろいろなものをこう感じながら少しずつ、まあ、調和を取りながらやっていくぐらい慎重にやらなければならない色の
ものだったので、まあ、他の絵もそうなんですけども、特に赤は難しいというのは、でそれなのにこう全面的にポンと使ってますけれども、やはりそのバランスだとか使い方っていうのは、非常にこうテクニックのある絵描きさんだと。でそれは自分のこう表現したいものというものがまず第一に考えて、でそれをどうバランスを取っていくかっていうことなので、主観的な自分と客観的な自分っていうものがあって、まあ、その葛藤のせめぎ合いで、どこまで高めていけるかっていうことだと思うんですけども、まあ、そういう、中では非常にこう大胆に、使いながらもそういう世界観をちゃんと表現されている絵だなというふうに。こちらが白で、こちらが黄色ということになりますけれども、まあ、白は先ほど言ったように興奮ですね。で非常にこう難しい絵の具だと。で黄色というのはですね、実は自然界に黄色という絵の具はありません。石はないんですね。まあ黄土だとかそういったものはありますけども、綺麗な黄色というのはない。で、まあ、どういったもので対応しているかというと、東欧という植物から作られた、まあ、染料系の絵の具を使っていたということで、多分こちらの、この花の色はその東欧が使われているんじゃないかなというふうに、思います。はい、まあ、黄土というのは非常にこう、性質的には実は和紙と相性が良くてですね、まず絵を描くときに下地として黄土を使って紙を塗っていくという基本的なものがありますけれども、それはその紙と絵の具の相性をまず一番に、でそしてその上からまたさらに絵の具を使うためには、そういった、下地ができていると、さらにその上に、使う絵の具の食いつきも良くなっていくと。で一番こう剥がれやすい絵の具は群青、青ですね。これはなかなか絵の具がこう食いつきがなかなか難しいので、だいたい最後の方に、使われることが多いですね。まあ、先ほども言いましたけども、黒っていうのは、まあ、イメージの墨ということになりますけども、これはですね、先ほど言いましたようにこう植物を燃やして作ったすすですね、そういったものを使う。でそれからもともとある黒い石を潰して使う、そういったものもあります。でまた酸化するということを今さっきお話ししましたけども、黒い色に近づけるその群青を黒く本当にこう焼き切ってしまうと黒になるんですが、でもどこか青い冷たい黒になるんですよ。で逆にもう一つ緑青もですね、緑青ももう焼き切るとほぼ真っ黒になるんですけども、こちらはなぜか暖かい黒、暖かい黒の緑青を使うか、冷たい黒の群青を使うかっていうのは作家の、考え方次第なんですけども、まあ墨もですね、いろんな墨がありますので、また年代によってもまた違っていきます。青、青木というちょっと青みがかった墨だとか、松煙木と言われているような少しこう茶色がかった墨の色とか。いうこともありますので、それはいろいろ使い分けということで、まあ、墨を使うには硯と墨っていうのがありますね。で、ものすごく高い硯と探検みたいなね、いい硯とものすごくいい高額の中国の墨を使って、
すればいい炭ができるかというとそうではない、ね、私もそんなに炭の研究家ではないのは分かりませんが、まあ、あの学生の時は教わった、あの炭と硯には相性があると、これはいい炭といい硯を使ったからといってあのいいものができるわけではない。ですからやはりそこはもう経験で、本当にあのどんな色の炭ができるかっていうのは、まあ、炭自体のものもありますけど、そういう相性みたいなのもありますので、いろんな、まあ、ものを試されたらどうかなというふうに思います。あとあの、まあ、イメージはその紙だけではなくて剣本というものも使ってますけれども、まあ、紙もできないことはないんですが、表に書くだけではなくて裏からも仕事ができるということがあります。で昔の、まあ病、お軸ですね、例えばのクジャク病とかっていうことのいろんな、まあ、クジャラのその、ライゴーズだとかいう、まあ、あの有名な国宝になっているようなものもありますけども、あの、裏にはですね金箔いませんかあったようなものを貼って、でそこはかとなく表から見ると輝きが出ているような表情っていうのは裏から金が貼ってあるんです。あるいは5分だけ上から塗ってるんだけども裏から塩を刺すことによってほんかにこう肌色になってる白っぽい絵の具というような裏からの仕事もあったりするのね。でそれはもう非常にこう作家のこう創意工夫というのもありますし、また紙というのは染み込んでいったりしますね。そういったものを利用して、先ほどあの動作というものを使いましたけども、あれは定着してそれ以上、液体がこう滲んでいかないようにするということがあります。ですから、ある部分はそういった動作を引いて絵の具が染み込んでいかない部分、ある部分は染み込んでいく部分、そういうのをわざと作って同じ絵の具をスッとやっただけで二通りのこう表情ができるというようなものを使ったりとかですね。で紙はくしゃくしゃになったりしますね。でこれあの、まあそのくしゃくしゃになってこう折れ目のところがあの浸透しやすく他のところでなってます。まあそういったものを利用しながら表情を作っていったりと、また裏からそういったものが少しこうにじみ出てくる、その割れ折れ曲がったところだけこうにじみ出てくるような表情というのも日本画ならではの表情で作ることができます。もちろんこうコラージュというのもできますよね。紙描いた上からまた別の紙を貼っていったりとか、あるいは紙ではなくて布あの剣本を貼っていったりとか、でそういうふうにいろんなこう重ねていく、重なっていく、また下からいろんなものをこう画材を使って深みを出していく、広がりを出していくっていうのは、まあ、なかなか他の、画材っていうか日本画以外のジャンルにはない、日本画独特のものになるんじゃないかなというふうに思ってます。ですから非常にこう奥行きが広い、もう本当に昔からもうね、壁画を込めたら2000年ぐらいのこう歴史があるんですけれども、まだまだいろんな可能性がある、分野だというふうに思っています。まあ、イメージを通していろんなあの日本画のこう技法だったりとか表現、あるいはあのイメージのこう世界観というものを、まあ、少しでもこう絵の具や色の部分からねあのアプローチできることになれたら、まあ、この講座を開いたお話しさせていただいたことが役に立ったのかなというふうには思いますけれども、またそういう絵の具の知識、画材の知識をこう知った上で眺めていくと、まあ、違った部分にあの目が向いていったり、よりこうイメージのなんか世界観みたいなものがあの広がっていったり、イメージって他にどんなことやってるのかなって興味を持っていただくと、あの今回、聞いていただいた甲斐があるのかなというふうに思います。